召使いとタルタリア。お前スネージナヤに戻って休養してるんじゃなかったのかよ。どうしてまだフォンテーヌにいるんだ。おっと君たちか。まさかここで会えるとはね。原始大会を離れてから俺は長いこと意識を失ってた。再び目を覚ました時、スネージナヤに送られる途中だと気づいたんだ。でもフォンテーヌでまだやり残したことがあるのに、そのまま帰るわけにはいかないだろ。それで無理やり起き上がって一人で帰ってきたのさ。え、やり残したことってなんだ。スカーク、俺の師匠に関することさ。師匠にもう一度会いたかったんだけど、戻ってきた頃には師匠はいなくなってた。でもまだ聞きたいことが山ほどあるから、仕方なく召使いに師匠の行方を調べてもらってたんだ。フォンテーヌにいたからには何か手がかりを残しているはずだからね。なるほどな。それで手がかりは見つかったか。ハウスオブハースはあらゆる方面の事情に通じているが、残念ながらそのような存在を前にしてはどうしようもない。結局師匠はまだ俺に会う必要はないって考えてるんだろう。でも簡単に解決する話さ。俺がもっと強くなればいい。怪我を治してからにしろよ。もうだいぶ治ったんだけどな。ハウス・オブ・ハースのおかげさ。あのアイロワールって子が変な薬を飲ませてくれてね、全身が痛くなったけど回復スピードは確かに早まったな。でも今度こそ本当にお別れだ。じいさんから催促が来たんだ。帰って計画に参加しろってね。幻冬計画。そうだ、それから不死者のことも。帰ってあいつの長話なんて聞きたくないよ。なんとかしてもうちょっとフォンテーヌにいさせてくれないか。やっぱりリネたちに武芸を教える方が面白いんだよね。まあ君が手合わせしてくれたらもっといいんだけど、君の全力はまだ見せてもらったことがないからね。ずいぶん虫のいいことを言う。まあ私もじきにここを離れる。我々もその計画の一部なのでね。それにスネージナヤに残っている富豪や要人に呼びつけられるというのも一種の栄誉なんじゃないのか。勘弁してくれよ。なんかこの二人。それでハウス・オブ・ハースのお客人たち、私に何か用か。リネたちのことはよく知ってるけど、お前のことはまだよく知らないからな。そうかな。ちゃんと自己紹介した記憶があるが。あんな軽い自己紹介に何の意味があるって言うんだ。なんでお父様を自称してるのかくらい教えてくれよ。おっと、いい質問だね。俺も知りたいな。君たちが知らないということは、こちらの情報工作がうまくいっているという証拠だね。このまま続けておくべきのようだ。さすが外交官、こっちの攻勢をいとも簡単にかわすとはね。他に用がなければ私は先に帰らせてもらう。まだ処理しなければならない厄介事が家にあるのでね。ほう、その質問は俺も少し気になるな。ハウス・オブ・ハースの子供たちと接触したことがあるけど、みんないい子だね。彼らを見てるとトーニャとテウセルのことを思い出すよ。もし君が彼らを裏切ったら
必ず君のところに戦いに来るよ。どうして私が彼らを裏切らねばならないんだ。ハウス・オブ・ハウスを裏切ったことがあると聞いたんだ。本当かどうかはわからないけどね。まあいいか、白状するよ。じいさん、つまりおんどりが教えてくれたんだ。お前、子供たちに何か悪いことをしたのか？私のしたことよりも、偉大なるおんどり殿が私をどう評価してくれているのか聞きたいね。そうだな、仲間を数多く始末して挙句の果てに家族にまで手を出したとかか。ほう、その様子じゃあれは嘘なんだね。いや、表現はあまり気に入らないが、ほぼ事実だと言えるだろう。厳密に言うとそれはある種の偏見なのだが、今弁明するつもりはない。偏見は真実を隠してくれる。これは私にとっては好都合だ。私はよくフォンテーヌ人だと名乗るが、実際はただフォンテーヌで育ったというだけだ。え？お前フォンテーヌ人じゃなかったのか？じゃあどうしてフォンテーヌを危機から助けたんだ？フォンテーヌで何かをするならこの身分の方が役に立つからだ。下心があるんじゃないかと疑われることもない。誰もが故郷を救いたいと思うだろう。ただし私が本当に守りたかったのはフォンテーヌ出身のあの子たちだ。原始大会は私には何の影響もないが、ハウス・オブ・ハースには損害をもたらすだろう。この情報で君たちの好奇心が満たされるといいんだがね。子供たちのためにフォンテーヌに残ったのなら裏切ることもないだろう。俺がうがちすぎだったな。悪かった。言っただろ、それはむしろ好都合なのだと。それはそうと、ハウス・オブ・ハースで療養してる間にすごく興味をそそられる話を聞いたんだ。ハウス・オブ・ハースでは家族間でトラブルが起きたら喧嘩して負けた方が譲るそうじゃないか。それって正々堂々と手合わせができるってことかい？それはここ数年の話だね。もっと昔ならそんなにいい話ではなかった。負けた方が全てを失うんだ、自分の命もね。危なすぎだろ。変わってよかったぜ。今の雰囲気は気に入ってるよ。それどころかちょっぴり羨ましいくらいだ。君にはこんなにたくさん家族がいて一緒に暮らせるんだからね。家族が多すぎると喧嘩やいざこざが多くなる。トーニャやテウセルが反抗期に入ったらその気持ちがわかるだろう。想像してみるといい。テウセルがオンドリのヒゲを抜くのにはまり、トーニャが自分の髪を42色に染める。ストップ。完全に理解したよ。あっという間にもうこんな時間だ。そろそろ行かないと。旅人パイモン、次はどこで会えるかわからないけど、機会があったらまた勝負しよう。だからまずは怪我を治せって。それと今回はありがとうな、アルレッキーノ。礼を言う必要はない。神の心が手に入ったのは君のおかげでもあるのだから、お互い貸し借りなしだ。それも悪くないか。それじゃまた。オイラたちも行こうぜ。お前も一緒に帰るか？なんだ、早く帰ってほしいのか？え、それは。夜風が気持ちいいんだ。
ここに残ってちょっと考え事をすることにする。大したお構いができず申し訳なかったね。良い夜を。